令和5年8月25日金曜日です。不人気が止まらない金曜オレタンレーススタートいたします。店長含めてエントリー8台、しかも前半戦はナロトリンクラス8台で、後半は松村さん開発ので後半は7台となります。金曜オレはもう正直ね、どう勧誘していいかわかんないですね。ファイナルチャンピオンを目指すなら金売れって言っても大半の人は目指してないからどう言うてええんか分かんないですけど、まあ、もうガチンコですわ。店長的には一番気を使わなくていいのが金売れなんで、あ、そういうな、それを楽しんで見た方で来てください。第一グループ予選第一ラウンド出走ドライバーは凛太郎選手、藤原選手、カズちゃん勝った選手。まあ、とはいえミニ、ウエストミンツリングの、ね、歴史とともに歩んできました金曜オレタンレース。ここでこの灯火を消すわけにはいけませんから、最初の3人でもやりますんで。はい、それではスタートいたします。予選第1ラウンドナローツリングクラス第1組3分間周回です。スタートです。さあ、スタートしました。リハーサルナローツリングクラス、今日のレイアウトは、まあ、フルターンは多いですが、どっちかというと高速レイアウトですかね。後半戦はね、ラージコーナーが多いですので、高速レイアウトになるかと思います。さあ、一瞬クラッシュ音が聞こえましたが、トップで帰ってきたのは、ごめん、再スタート、失礼、はい、再スタート、はい、ラッキーボーイ、再スタート、失礼、はい。失礼、はい、ではラッキーボーイスタートいたします。完全に気抜けてました。さあ、早めのスターティングシグナル、さあ再スタートとなりました。予選第1ラウンド第1組、さあ1周目気をつけて、さっきぶつかってた人まあでもそれほどタイムロスはないな、同じとこやったな。さあ、トップはカズちゃん、2回走っても決めてくるよね。さあ、グリーンのマシントップカズちゃん、2番手に凛太郎、3番手藤原、4番手勝田。さあ、4台走行のうち R33GTR が2台、スープラ2台というふうに。おお、じゃあスープラ1台よ、33が3台。うわー、さあ2コーナー先頭出たからラッキーでクリア。さあ、藤原勝田がやり合っていると3番手争い、この間トップカズちゃんが逃げる。グリーンのマシン、カズちゃんにいいですね、決まってますね。こういうとこボケんの何の不利なんて。さあ、1台クラッシュ、さあ大きく遅れたのは藤原、トップカズちゃん、2番手凛太郎、3番手勝田、4番手藤原。また上松さんがそういうことを言った時全然なんか当たりなさそうやね外れそうな感じが出る。さあさあ、グリーンのマシントップカズちゃん、なかなかの好調な走りを見せている。2番手凛太郎、カズちゃんの後ろ 1.9 秒、3番手勝田選手が 1.8 秒、4番手藤原が少し遅れて 3.2 秒。さあ、再スタートとなりましたが、2回目走行スタートもカズちゃん決めてきた。レーサー残り1分15秒です。トップカズちゃん、現在ストレートから1コーナー、グリーンのマシン、2番手凛太郎、3番手勝田、4番手藤原。残り時間まもなく1分です。3分間周回です。2分間経過いたします。残り60秒。さあ、トップ走行カズちゃん、いいですね、決め決めやん。凛太郎勝田が知っていけない。レースは残り時間45秒です。レッドラップ、おー、早いですね、11秒89。さっき練習走行で上松選手は11秒9出てましたから、予選走行に入ってペースが上がっている。レースは残り間もなく30秒です。金売れナローツーリンクラス予選第1ラウンド第1組、さあ残りは30秒です。残り30秒、トップカズちゃん、2番手凛太郎、3番手勝田、4番手藤原。さあ、残り間もなく10秒となります。残り10秒、残り10秒のコール。
あ、カズちゃんも一緒入るか、ギリギリのタイミング。タイムアップ4番。タイムアップカズちゃんゴール。3分0007。惜しくもですね。とはいえかなり決まりません。まだです、まだです、まだです。藤原さんが帰ってきて、はい、電車ゴールです。電車15ラップ回りました。カズちゃんが3分0007、コンマ07秒、16ラップ届かずという惜しいゴールでした。はい、お疲れ様でした。続きまして、キングレナロートリンクラス予選第1ラウンド第2組へ参ります。出走ドライバーは、浩平選手、上松選手、松村選手、選手。スタートは横1列です。はい、スターティングマーシャル、ありがとうございます。では参ります。キングレナロートリンクラス予選第1ラウンド第2組、3分が周回です。スタートです。トップ上松さん、2番手浩平さん、3番手店長、4番手松村さん。残り2分。トップ上松さん、2番手浩平さん、3番手店長、4番手松村さん、2番手までが予想周回15分、残り60秒。残り30秒。残り10秒。タイムアップ1番ゴール、4番ゴール、3番ゴール、2番ゴール、4車ゴール。キングレナロートリンクラス予選第1ラウンド終了しまして、集計結果、暫定結果出ますね。まあ、とはいえ8台走行ですので、決勝は1ヒート、ホールはカズちゃんが15ラップ3分0007、上松さんが第2ヒートトップタイムで3分2秒9。3秒もちゃうの？え、上松さんどっか当たりました？1回当たってんのか。それで1、2秒がちゃうか。カズちゃんめちゃめちゃ決まってんね。はい、では続きまして、キングレナロートリンクラス予選第2ラウンド参ります。第1組、ご準備くださいね。出走ドライバーは、片山選手、藤原選手、凛太郎選手、初田選手。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。
では参ります。キンウレナローツリングラス予選第2ラウンド第1組3分間周回です。スタートです。さあスタートしました。さあスタート直後少しフラッシュも聞こえたが、さあ大きなタイムロスはない模様。隊列を組んでトップリンタロー2番手カッチャン、3番手藤原、4番手カッタの隊列。さあ緊張のトレイン状態、四つどもえトップグループ。さあトップリンタロー、このまま守りきれるか。今日は2番手走行カッチャンが調子がいいぞ。さあそして3番手は藤原、4番手カッタ。おっと、さあ1コーナー少し危なかったが、さあなんとか走行は続ける。さあトップリンタロー、2番手カツちゃん、リンタローの後ろで余裕もある。さあ残り2分、そのカズちゃんの猛攻をしのぎきれるか。トップ走行リンタロー、2番手カズちゃん、3番手藤原、4番手カッター。さあここも4車、1位から4位までが1秒の間、 1.1 秒の間。さあ2、3番、4番入れ替わりがあったか。これでカッターが前に出る。藤原がラインを譲る。トップ争いリンタロー VS カズ、 0.3 秒差。残り時間は1分30秒、折り返し点で3分間周回です。半分が経過いたしました。予選第1ラン第2ラウンド第1組ナローツリングラス。さあリンタローカッちゃん、おっと、さあ3番手入れ替わり、カッタ選手が痛いミス、まあ、後半あそこがフラッシュゾーンですね今日は。さあリンタロー守りきれるか。1分10秒、2番手カッちゃん 0.2 秒差。残り時間間もなく1分となる。アベレージ的にはカズちゃん抜かれることは、あーっと藤原なんとか戻った。さあ3番4番少しタイムロスが目立っている。さあ残りは1分切りまして、残り55秒、トップリンタロー、2番手片山、3番手勝田、4番手藤原、キングレナローツリンクラス予選第2ラウンド第1組。さあリンタローがしのぎ切れるか。ほんま3秒差、残りは40秒、3分間周回レース。さあ間もなく残り30秒になろうというところ。リンタロートップ2番手カズちゃん、残り30秒。お、1回目のカズちゃん上回ってきてる。後半で決まってきてるね、ペース上がってるね。わずかに先ほど第1ラウンド第1組のカズちゃんのタイムを上回りそうだ。上位2台、さあ3位以降少し距離が空いた。残り時間まもなく10秒です。残り10秒、さあリンタローもう一周入るペースだ。カズちゃんもついていけば14、15、16ラップ入った。さあトップグループ2台が入った。16ラップ、さあ勝ったゴール、藤原ゴール。おっと、さあカズちゃん最後にミスが出た。リンタローしのぎ切った、ナイスラントップゴール。はい、お疲れ様でした。トップゴールリンタロー16ラップ3分11秒の勝ち、お見事。あのカズちゃんのプレッシャーを守りきりましたね。はい、お疲れ様でした。キーメナロットリンクラス予選第2ラウンド第1組終了しました。第2組ご準備ください。はい、では続きまして予選第2ラウンド第2組ナロットリンクラスご準備ください。出走ドライバー浩平選手、グルマス選手、松村選手、店長。はい、ありがとうございます。では参ります。キンフレナローツリンクラス予選第2ラウンド第2組3分間周回です。スタートです。トップ上松さん、2番手松村さん、3番手浩平さん、4番手店長。
残り2分。トップ上松さん、2番手浩平さん、3番手店長、4番手松村さん、上松さんのみ予想9回16時。トップ上松さんがデスク 11.74 で平均が 10.8。残り10秒。通りました。2番ゴール1番ゴール4番ゴール3番ゴール電車ゴール3分11秒27でホール中心。あ、お疲れ様でした。予選第2ラウンド第2組上松選手が決めてきました。トップゴール16ラップ3分11秒27で更新。なかなかポール争い、1回目の1組にカズちゃん見たらもう決まったかなと思ったんですが、3人更新ですね。素晴らしいですね。こんなハイレベルなレースができるのは金売れだけ。ドン引きですわってなるな。もう十何年やったらこんなになってまいりましたね。はい、ではナローツーリンクラス決勝A グループ参ります。はい、上松選手ポールポジション、2番林太郎選手、3番片山選手、4番勝田選手、5番浩平選手、6番藤原選手、7番松村選手、8番選手、2番エントリー、3番エントリー。はい、では参りたいと思います。ゲームナローツーリンクラス決勝 A グループ8分間周回です。スタートです。残り7分トップ2番5周2位3番5周3位4番4周4位5番4周5位7番4周6位6番4周7位8番4周8位1番4周
残り6分トップ2番重臭2位3番九州3位4番九州4位5番九州5位6番九州6位7番九州7位1番九州8位8番九州残り5分トップ2番15周2位4番14周3位3番14周4位5番14周5位6番14周6位1番14周7位7番14周8位8番14周残り4分トップ2番20周2位4番19周3位3番19周4位5番19周5位1番19周6位6番19周7位7番19周8位8番18周残り3分トップ2番24周2位4番24周3位3番24周4位5番24周5位1番24周6位6番23周7位7番23周8位8番23周残り2分トップ2番29周2位4番29周3位5番29周4位3番29周5位1番29周6位6番28周7位7番28周8位8番28周
残り60秒、トップ2番34周、2位4番34周、3位3番34周、4位5番34周、5位1番34周、6位6番33周、7位7番32周、8位8番32周、残り30秒。残り10秒。タイムアップ1番ゴール7番ゴール2番ゴール4番ゴール6番ゴール3番ゴール8番ゴール5番ゴール全試合ゴールチームレナローツーリンクラス決勝 A グループトップゴールはリンタロー選手、2位勝田選手、3位勝ちゃんでした。お疲れ様でした。はい、ほならインターバルは5分ですね。インターバル5分間です。インフレ後半戦です。後半戦はオープンクラスを実施いたします。エントリー台数は7台です。予選第1ラウンド第1組出走ドライバーは勝田選手、上松選手、浩平選手、勝ちゃん。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。金売れオープンクラス予選第1ラウンド第1組3分間周回です。スタートです。さあ、スタートしました。金売れオープンクラス予選第1ラウンド第1組。さあ、緊張のオープニングラップ。ハイスピードマシンが4台返ってくる。トップ上松、2番手勝ちゃん、3番手勝った、4番手浩平。おっと刺さってる。さあ浩平がオレンジのマシン。さあ4番手走行、トップ上松、イエローグリーンのマシン、現在中央セクションから後半セクションに入っていく。さあ2番手争いが激しい。さあ入れ替わっている。勝ったが2番手、3番手勝ちゃん、4番手少し離れて浩平。あーレースはまだまだ序盤戦、45秒が経過しようというところ、残り時間2分15秒です。トップ上松選手、現在1コーナー2コーナー、2番手勝ったが後方 0.9 秒、3番手勝ちゃんがその後ろ 0.5 秒、4番手浩平がその後ろ 4.8 秒。さあトップ走行上松選手、現在1コーナー2コーナー、さあスタート直後から、あーっと1コーナー突き刺さってる。さあカズちゃんが思ったより1コーナー突き刺さって、レースは残り2分です。残り2分。3位、2番、チームレオープンクラス予選第1ラウンド第1組。さあトップ上松が快調に逃げる。勝田が食らいつく 0.7 秒。レースタイムは残り、まもなく折り返し地点ですね。残り1分35秒です。3分間周回レース、まもなく前半戦が経過いたしまして後半戦に入っていく。トップ上松、現在小セクションイエローグリーンのマシン、2番手勝った選手は後方 0.7 秒、3番手はカズちゃん、4番手浩平。さあ熾烈なトップ争い、緊張感あふれる走行です。あっと、さあワンミス。さあこれで一発入れ替わった。さあ勝田がトップに立つ。今度は前後を入れ替えての1番2番争い、前勝田、後ろ上松。さあ現在ストレートから1コーナー、レースは残り1分となります。残り60秒、トップ1分、残り1分、11周、2位、4番、11周、3位、2番、おっと、さあ勝ったが痛恨の1コーナー転倒。これでトップは上松選手。さあ奪還、現在ストレート単独トップ走行、2番手に勝った、3番手勝ちゃん、4番手浩平。これで2位、3位、4位はそれぞれタイムロスがある走行の中、上松がほぼほぼワンミスのみで周回を重ねる。残りは30秒。
さあ、好調ですね。さあ、いい走りを見せているトップ走行上松。現在最終コーナーからストレート。ベーストラップは 10.32。さあ、勝田選手のはベーストラップ 10.2 をマークしておりますが、大きなタイムロスが1コーナーであった。残り時間は残り10秒。さあ、ラスト10秒、ラスト10秒。まもなく3分経過タイムアップとなる。ここで、タイムアップ次からゴール。勝田晃平ゴール、レース突破中、カズちゃんゴール、はい、今のゴール、電車ゴールとゴールは18ラップ、3分9秒88、上松選手、ナイスランですね、切れてますね、はい、お疲れ様でした、金浦オープンクラス予選第1ラウンド、第1組終了しまして、続きまして、第2組へ参ります。第2組出走ドライバーは藤原選手、凛太郎選手、店長。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。金売れオープンクラス予選第1ラウンド第2組3分間周回です。スタートです。はい、トップに続いているのは凛太郎、2番で店長、3番で藤原さん。おっと、店長ミス。1番、2番が少し離れたかな。前に出て2番手、あっとミス。その中を黙々と1番凛太郎が抜け出てます。残り2分。店長がちょっとミス多い、ボディが悪いね、これな。新品のタイヤ履いてください。店長ですから。あ、凛太郎が3番手の店長のすぐ後ろまで来た。はい、ここでパスして。あ、凛太郎は18周予想周回出てますね。おっと、17周に落ちた。残り60秒、ラスト1分。凛太郎が10秒3、藤原さん10秒7、店長11秒1。大丈夫。残り30秒。あ、凛太郎が予想周回18に戻った。残り10秒。凛太郎は通ったな、ギリ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 。タイムアップ。凛太郎、あ、凛太郎通ってるわ、ごめん。通ってるわ。通ってる。ごめん。はい、正解ゴール。いいですね、このボディ。いや全然まともになった。あ、お疲れ様でした。トップゴールは凛太郎選手、18ラップ3分10秒21。あ、予選第1ラウンド集計結果が出まして、上松選手が暫定ポールに18ラップ3分9秒、その後凛太郎が同じく18ラップ3分10秒マークしておりまして、上位2台が18ラップ、3位以降は
ミスがありましたので、まだまだ18ラップのチャンスはありですか。勝ったカズちゃんは矢原康平店長と続きます。はい、では続きまして金売れオープンクラス予選第2ラウンドへ参ります。出走ドライバーは勝田選手、上松選手、康平選手、カズちゃん。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。金売れオープンクラス予選第2ラウンド第1組3分間周回です。スタートです。さあスタートしました。わおわお。さあスタート直後1コーナーの攻防が激しかったが、抜けてきたのは上松勝田、そして3番手の添カズちゃん、康平も3番4番激しいバトルだ。さあオープニングラップから熱いラインの攻防。さあ第1ラウンド暫定ポールの上松選手、第2ラウンドはさらにタイム縮めることができるのか。さあそして勝田選手は先ほど暫定3位タイムだが、これもポジションアップ狙っている走り。さあ3番手争い、グリーンのマシンとオレンジのマシンが前、カズちゃん、後ろ公平、あとはカズちゃんが中ミス。さあこれで3番入れ替わり。さあ公平が3番手に浮上、4番手カズちゃん。さあハイスピードハイエンドカテゴリーのオープンクラス予選走行から熱いバトルが見られます。トップ上松選手、2番手カズ選手、3番手公平選手、4番手カズちゃん。残り2分。さあレースは残り2分です。残り2分、序盤の1分が経過いたしました。3分間周回レース、トップ上松、2番手勝った、ここが 0.7 秒差。3番手争いが今度はカズちゃん、コウヘイが入れ再び入れ替わった。さあ残り時間は1分40秒、3分間周回レース、まもなく折り返し点が見えてくる。トップ現在ストレートから1コーナー、イエローグリーンのマシン、後方白青のマシンが勝った選手、トップ上松選手、2番手勝った選手、3番手争いは、さあここもテルスノーズバトル状態だ。カズちゃん3番手、4番手公平。さあレースの残り時間は1分20秒です。残り1分20秒。さあトップ上松選手、2番手勝った選手、このままの順位でゴールとなるのか。残り60秒。さあドラマがあるのか。レースは残り1分切りまして、残り55秒。さあラスト1分切ってトップ上松、2番手勝った。さあこの2台が先ほど第1ラウンドのアベレージは上回っている。さあ暫定ポール更新ペース、上位2台、そして3番手争いも激しいぞ。カズ VS 公平、レースは残り35秒です。残り35秒。さあトップ上松、2番手勝った、残り30秒。おっとっと、さあ勝った中ミス。さあ最終1番クラッシュの多いコーナー、あっと勝ったも同じとこ。さあこれで後輩が3番手、さあ粘って粘って3番手に上がった。レースは残りまもなく10秒です。残り10秒。トップ上松、2番手勝った、3番手後輩、4番手カズ。さあ上松選手が楽々暫定ポール更新ペース、タイムアップ。さあここでタイムアップ、ベストアップもほんま1秒上がっている。さあ康平選手ゴール、カズちゃんゴール、上松選手ゴール、勝田選手自転車ゴールです。トップホルダー上松選手、18ラップ3分8秒32。さあ1秒以上、 1.5 秒以上タイムを縮めてきました。上松選手ナイスラン。さあ、キングレオープンクラス予選第2ラウンド第1組まで集計結果入りまして、お、2回目も、オープンクラスも2回目、4台タイム縮めました。はい、では続きまして、キングレオープンクラス予選第2ラウンド第2組へ参ります。出走ドライバーは藤原選手、凛太郎選手、店長。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。金売れオープンクラス予選第2ラウンド第2組3分間周回です。スタートです。はい、やり直しです。
でもあれ名前ないの、名前出てへん。違う、また同じのやってるよ。なせっかくスタート決めたのにな。でも、20年ぐらいスタート、10秒前。はい、トップリンタロー2番手が藤原さんまで店長。藤原店長近づいた。トップは凛太郎、2番手藤原、3番手店長。残り2分。2番手藤原、3番手店長の差がコンマ7秒。あ、凛太郎ミス、あ、店長ミス。トップは凛太郎、2番手藤原、3番手店長。2番手藤原、3番手店長の差は1秒。店長ミス、これでだいぶ広がった。2位と3位の差が3秒。残り60秒。はい、トップ凛太郎、2番手藤原、3番手店長。残り30秒、はい、残り30秒。トップ凛太郎、2番手藤原、3番手店長。2番手藤原、3番手店長の差が5秒まで広がってる。残り10秒、残り10秒。今通過に藤原が通過できるかどうか。そうタイムアップ2番、凛太郎ゴール、凛太郎ゴール。1番ゴール、はい、あと1台。はい、ゴールです。はい、お疲れ様でした。オープンクラス予選全レース終了しまして、集計結果が出ます。はい、では参ります。金運オープンクラス決勝 A グループご準備ください。出走ドライバーは、上松選手、勝田、アキレス速通過しないでくださいね。出走ドライバーは上松選手、勝田選手、凛太郎選手、光平選手、カズちゃん、藤原選手、店長。はい、スターティングマッシャル、ありがとうございます。では参ります。金売れオープンクラス決勝 A グループ8分間周回レース、スタートです。セルフマーシャル気をつけてくださいね。はい、ではスタートです。
残り7分、トップ1番5周、2位2番5周、3位3番5周、4位4番5周、5位5番5周、6位6番5周、7位7番5周。残り6分トップ1番11周2位2番11周3位5番11周4位3番10周5位4番10周6位7番10周7位6番10周残り5分トップ1番17周2位2番17周3位5番16周4位7番15周5位6番15周6位4番14周7位3番14周残り4分トップ1番22周2位2番22周3位5番22周4位6番20周5位7番20周6位4番20周7位3番19周残り3分トップ1番28周2位2番28周3位5番28周4位6番26周5位7番26周6位4番25周7位3番25周
残り2分トップ1番34周2位2番34周3位5番33周4位4番31周5位7番31周6位6番31周7位3番29周残り60秒トップ1番40周2位2番39周3位5番39周4位4番37周5位7番36周6位6番36周7位3番35周残り30秒残り10秒タイムアップ5番合流1番合流3番合流4番合流2番合流7番合流6番合流電車合流お疲れ様でした。トップゴールは上松選手、2位勝田選手、3位勝ちゃんでした。はい、以上にて本日金曜レターレース終了です。早い、なんと10時35分終了、最速タイムをマークしました。はい、皆さんまた来週もね、来週は不人気に歯止めがかかることを祈っておりますので、金曜レターレース以上です。お疲れ様でした。また来週。